Go, 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 go. Engineering. Go, go, go. Engineering guy.うちのダッカーは、セールスポイントとしてはメカとコンピュータサイエンスの、融合ですよね、まあ、まさしくこの実験はその集大成であります。現実世界の情報を取り込み、それを適切にモデル化し、コンピューターで高速に評価することで現実世界の機器を巧みに操る。この知的なメカシステムとでも呼ぶべき分野、知能システム工学科。今回のゴーゴー工学ガールは、知能システム工学科の3年次が学習の集大成として取り組むロボットコンテストを特集します。今まで座学で学んできた、ロボットを、製作するための基礎技術っていうのがあるんですけれども、それを実際にロボットを製作するということが、ここの実験の大きな目的で、あともう一つの大きな目的としてはグループワークというのがあります。社会に出てグループで、仕事をするということが、重要で、そういった、コミュニケーション能力というのも必要とされてくるわけなんですけれども、そういった、能力をですね、身につけるというのがもう一つの大きな目的になっています。それではコンテストのルールを説明しましょう。1チーム8人程度で編成し、チームで協力して1台のロボットをプログラミング制作します。まず1周約3メートルのコースを2周するタイムを競うタイムアタックを行います。ここでは黒と白をロボットに認識させて、黒いラインをいかにスムーズに走らせることができるかが鍵です。2周した後は黒いラインから離れてボックス内に車庫入れ、その後ゴールボタンを押します。ここでは黒いラインを読み取らずに走らせるため、より正確なプログラミングが求められます。さあ、どのチームが一番知的なロボットを作り上げたのか、意地のぶつかり合いが始まります。A 班はですね、見た目もこんな感じ、ちょっと奇抜なんですけれども、中身にもすごくこだわってまして、他の班にはないプログラムの書き方ですとか、あとはチューニングも人一倍やっていますので、かなりの確率で押せるマシンになっています。どう転んでも押せると思いますので頑張ります。じゃあ用意スタート。このマシンは CPU が2枚積んであり、他の班にないパフォーマンスを見せられると思います。男の魂を見せていきたいと思います。頑張ります。マジ
しでしょ。特徴は軽量化を一番に考え、スピード賞を取れるように目指したいと頑張りました。よーいスタート。見ての通りこのエビのようなフォルムで、スピードと、パフォーマンスを重視して頑張っていきたいと思います。パフォーマンス賞を取ります。よーいスタート。あーエビ止めろ。またいける。スピードよりも正確性を重視して確実にゴールまで行きたいと思います。よーいスタート。もうシンプルさを中心にして、もう速さで勝負したいと思いました。速さ重視に作ったのでスピード勝負では負けないようにしたいです。このマシンは先端ができるだけ軽くなって慣性に振り回されないように作りました。今まで一生懸命作ってきたので、できれば一発でスパッと決めていきたいと思います。A チームから G チームまでファーストチャレンジが終わりました。
ここからは各チームプログラムを微調整し、制限時間まで繰り返し挑戦できます。よーい、スタート。制限時間です。ユニークな走り、知的な車庫入れ、計算し尽くされたボタン押し、どのチームも素晴らしい走行を見せてくれました。さあ、教授たちの審査が終わりました。最もタイムアタックが速かったチームに送るスピード賞と、最も優れた走行したチームに送る知能システム大賞の発表です。まずはスピード賞の方の表彰から始めたいと思います。知能システム工学科 A コース F 班、賞状スピード賞おめでとうございます。たたえました。もう最高です。いや、もう最初に宣言した通りの走りができて、もう満足です。スピード賞やりました。今年の知能システム大賞は特別に2チームが選ばれました。知能システム大賞おめでとうございます。大賞、やっぱり夏休みとかみんな必死でやってたんですけど、まあ、一つの方向に向かって協力できたっていうところが一番大きいかなと思ってます。ゴキブリではなくてカブトムシの走りができたと思います。大賞取ったぞ。あれ、おめでとうございます。走り切ることができなかったので混乱しているやら嬉しいやらで、まあ、ともかくは嬉しいです。一つのものをみんなで作っていくっていう喜びを感じましたし、何よりもそれが形になって動き出したときはとても嬉しく思いました。完走してないのに知能システム大賞もらってすいませんでした。すいませんでした。この実験というのは初めて6年目なんですね。まあ、完走しなかった班もあるんですけれども、全ての班が、まあ、走ったわけです。ロボットがそれというのは実は初めてなんですね。ということで、まあ、担当する教員としても非常に嬉しくて、今日は皆さんを見てとても感心しました。みんなが無邪気に笑い、無邪気に喜んでいました。1年前の私の数学の講義の時、皆さんそんなに喜んでいなかったような気がします。コンピューターとメカ技術の融合、知能システム工学科の学生はこれからも夢技術の実現へ向けて学業に励みます。今回も始まりました村長の一言ツイッター講座。今回は第4回目ということで、リプライについてお話ししていこうと思います。リプライとは一言で言ってしまえば返信のことです。それではまとめ、はい、リプライ、他人のツイートについて返信する、アットユーザー名で始まるツイートのことです。ちなみに今回の放送を見てツイッター始めてみたい、気になったという方、
私たちの Facebook ページの方にこちら SNS 講座の動画がアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。では村長でした。バイバイ。